前髪バッチリだね。ねえ消えてほしいの。なんか最近全然前髪がうまく巻けないと思って、どうしたんだろうと思って思ったんです。それでなんかそれでなんでだろうと思って今日前髪切ったの。なんか前髪もうなんか思い切って切っちゃって、自分が短いかなと思うくらいに切っちゃったんだけど、全然ちょうどよくって、普通にそう、ただ前髪が長くて上手に巻けなかっただけでも今日雨だったから湿気がすごくて髪の毛下ろしてたんだけど、全然湿気のせいでもうくねくねになっちゃって、たくさん汗かいて痩せましたか。わかんないわかんないけど、最近ちょっとだけ体重が減っちゃった嬉しい癖っ気だとやばいことになるんです。もともと癖っ気だから、そう実はね癖っ気なんです。いつもアイロンでまっすぐにしてるけど、実は癖っ気。そうで一回じゃない結構2、3回くらい縮毛矯正かけたんですよ、まっすぐに。でもすぐ落ちちゃって、ちょうどね TDC あたりの時にTDC のリハ期間あたりに縮毛矯正かけてました。東京も少しムシムシするか、今日暖かかったよね。今日リハだったからさ、半袖着てその上にパーカー着ただけでも全然大丈夫だった。これ今日暖かかった、雨降ってたけどね。3連休の予定は？全然決めてないなんか特に大したことはしないですようだからすごい暖かかったなと思って、 TDC の時のあおちゃんの MC 今でも覚えてる。赤い衣装着てた時の MC かな。恥ずかしいな。それぞれの連れ合いに先立たれて、こんばんは。確か23時はるか村と公演ありましたよね。懐かしいよね。ね。公演したい。まあ3日にするんですけど3日に公演するんですけど、みんなにお知らせすることがあるんです。今日みんなにお知らせしたいことがあって、言いますね。実は口内炎が治り始めました
口内炎が治り始めてきてそう嬉しいなと思って、それを今日みんなに、顔が恥ずかしくなっちゃった、みんなに言おうと思って、なんかちゃんとお水もいっぱい飲めるようになったしそう、でもまだ痛くなるんですけど、でも全然良くなって、そうだからあともう2日したらもう完治すると思います。はい、そのお知らせでしただから近いうちにカラオケ配信したいなと思って、じゃあ次月曜日にでもしようかな、カラオケ配信月曜日なんかにカラオケ配信をしたいなと思ってそう、まあ、お知らせっていうのは口内炎が治り始めましたよってお知らせなんですけど、はいそう、そういうお知らせをしました。最近好きな曲があって、最近SKE さんの寡黙な月がめちゃめちゃ好きなんです。わかります？もう寡黙な月がすごく好きで、知らない方聞いてみてください。すごいいい曲なのですごい好きなんですリクエスト受け付け、あ、受け付けます。メールの返信やら何やらで、曲のこれ歌ってっていう曲があったらぜひ教えてくださいそう入れてた、めちゃめちゃねいい曲ですよ、メロディーがめちゃめちゃ好き。おすすめですあおちゃんの歌いたい系統何かある？あおちゃんの歌いたい系統？なんだろう、割と何でも好きです。そう、あ、歌ってましたよね、ゆいりさんと北沢さきさんが。メロディー好きな曲でも歌詞も好き、歌詞が好きな曲もあるけど、メロディーが好きな曲もあります。寡黙な月みたいな。歌えるの方程と限定だっけ、イコラブさんも歌えたっけ、イコラブさんと坂道さんも歌います。そう、でも割となんかライブ曲とか盛り上がる曲も好き。意外と吉本、そうなの、あ、そっか、坂道さんだから、そうか、そうなるのか。駅のプラットホーム、電車が近づく、運転席の窓がキラリ反射した。歌えないんだよね、未来へ。ほら足元見てごらん。そう、あ、好きになってごめんなさい、好きになってごめんなさい。
欅坂さんのカップリング曲、あのね、制服と太陽が好きなんです。ラストアイドルさんあんまり詳しくないんですけど、あの曲好き。テンテンテンテテ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 テンテンテテ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 ンテ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 テテテテンテンテンテテテンテテテンテンテテテンテン、好き。ロドスあると思う。ロドス何気にさ歌ったことないよね。いやでもアイドルっていいですよね。公演曲少ないんですよ。そう、ショールームに入っ、え、わかる。結構さ、あ、これ入ってないんだって曲多いよね。折れちゃった。ちょっと青の手の熱で直す。なんなかった。あざとかわいい、あざとかわいい。てんててんててんててん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 。ほこりの丘はある、ほこりの丘ある、ほこりの丘あるんですよ。こんばんは、あーちゃん。あ、金木星最近出会ったんです。最近出会ってめちゃめちゃ好き。でもね、好きだなって思った。でもあんまり覚えてない。でも聞いた時めちゃめちゃ好きってなった。スカーガリ公園、スカーリ、さ坂上がり公園あった、え、なかった、あれもうちょっとわかんない、忘れた。坂上がり足で地面を蹴って、太陽がくるりと舞う、て祈れく言う、ひてのレクイエムさ、あれ初めて、何初めてあやった時が、その坂上がり公園の千秋楽だったんですけど、なんだっけ、その中学、あれ4月の21とか中3になったばっかで、なんか全然なんか何曲の雰囲気とか全然なんか何ういしすぎて、なんかかっこいい曲かっこよく、今も別にめちゃめちゃかっこいい曲かっこよく踊れるわけじゃないけど、あのかっこいい曲をかっこよくできなくて。すごいダンスの先生にちょっともうちょっと
雰囲気いい感じにしてみようかみたいな言われた覚えがある。めっちゃ美味しい、ありがとうございますもう本当に嬉しい、青を押してくれるっていうのがすごい嬉しい、ありがとう。わがままな流れ星、わがままな流れ星、私の願いは叶えて。ふわふわしてた、なんかふわふわしてました、なんかね、してもふわふわしてた。見るたび、なんか、そう。でもなんか、踊り方変えてたんで、踊り方を、踊り方変え始めたのは、やっぱり夢しなとかからかな。夢しなの時ぐらい。でも確かに踊るの好きだったけど、なんか何、曲中の波がずっと同じだったから、なんかあれだったんですけど、なんかずっと波がね、最初もずっとこれくらいだったんです。でそれで研究生公演の初日のリハ、初日をするにあたってのリハーサル、結構期間が長かったんですけど、研究生ってフレッシュに行こうみたいになって、でフレッシュってなんだろうって思って、で分かんなくて、そのパーティー初日の子とか、とりあえず元気に大きく動こうと思って、今までは結構どうやったら形が綺麗に見えるかとか、どうやったらいい感じに見えるとかを考えてたけど、そういうフレッシュさとかをパーティー公演の初日をで大事にするようになって、でめちゃめちゃ跳ねて、でも多分その時のパフォーマンスもなんか全部なんか一定でなんか上なんか高かった、テンションが高いというか、なんかそう、今まではこの下の方でずっと同じだったけど、パーティーの時からは上の方で一定になったんですよ。そうそう、緩急、それです、それそれで、その時はそういうこと考えてたけど、やっぱりパーティー公演も元気な曲が多いじゃないですか。まあそれはそれで良かったのかもしれないけど、やっぱりそのいろんな曲、まあそれこそ夢しなとかいろんな曲調な曲があるじゃないですか。だから練習してて、なんか それこそ振りの緩急というか、そういうのも大事にするようになりましたでもまだまだだけどねこんばんはそう、でもその夢しなの時くらいからパフォーマンス褒めていただけることが多くて、頑張ろうって思いました。あ、レッツゲットはもうめちゃめちゃ元気にやる曲、あれはもうずっと跳ねてる
なんなら着地してる時間より空中にいる時間の方が長いのかなと思うくらい長くいっぱい飛んでます。夢シナは振り幅大きくて大変でした。でも振り幅の大きさで大変だと思ったことはないけど、割と元気な曲はなんか元気にやるっていうのがあって、それはまあ難しくはなかったんですけど、やっぱりそのロマンスイラね、ロマイラとか夢シナの曲とかってなると、やっぱりそういう曲調って見せ方とかなんかそういうのがもうめちゃめちゃあるわけですよ。なんかすごい人によってもそうだし、あるからなんかもう探せば探すほどめちゃめちゃあるから、それがなんかあんまりそういう感じの曲ちゃんもその夢しのやるまであんまりやったことなかったから、いろいろ動画見たりとかしてしてました。でもなんか実際やってみるとやっぱりその楽しいです。曲調が違うの楽しいし、いろんな方が見てもらえるって思うとすごい嬉しい。あとなんかギャップというか、いつもはこういう元気な曲をやってるけどこういう曲になるとかっこいいよねみたいな風に見てもらいたいから、それはなんか昔から思ってたんですけど、で昔はそこまで意識してなかったけど、最近はそれをもっと意識するようになりました。そうなんです。青のマックスとき好き？嬉しいんだけど、あ、もうマックスとき大好き。あ、戻りたい。顔が赤なっちゃった。先週の稲妻の冒頭の感想の冒頭の感想のしゃがんでる立ち、待って、あ、わかった、ここか、ここかな。青春の稲妻もすごい好き。なんかそうだから、夢しな公園でそのいろんな曲ができてみたいな、ああ公演したいな、夢しな公演配信したい。でも振り多分覚えてると思う。まだ大丈夫大丈夫。後悔ばっかり、いつも僕はそうなんだ、目の前の大事なもの気づかぬまま見過ごしてしまう。ウェディングドレス着てるの、あの NGT の夢しな声はウェディングドレス着てなくて、でも NGT が着てるその愛のムーフの衣装もめちゃめちゃ可愛いですよ。星最終完了ありがとうございます。
でもね、パーティーもできてないからね。でもなんかさ、今この通常公演がなんかもうできなくて、もう結構時間経ったけど、でも今もう一回夢しなとかパーティーとかやったら、またなんか違う感じの、こういい意味で違う感じの公演になる気がする。なんかでも研究生とかすごい、この空いた期間で結構なんか大人っぽくなったりしてると思うから、そう、パーティーパーティー、すべてを忘れてパーティー、体動かしちゃえ。今日のセンターマックスときみたいな、嬉しい、なんか嬉しいな。すごいマックスときのセンターを夢品公園で初めてではないか、2期目の時に1回やったけど、そのマックス的なセンターもう、その萌歌さんアンダーの時にそのままそのポジションでやらせていただいてたんですけど、最初聞いた時びっくりした。それってなんかスライドしなくていいんですかみたいなめちゃめちゃ思った。なんかやっぱりアンダーとして公演に出てる研究生だからどうなんだろうと思って、でもすごい何その、青のセンターいいねって言ってくださる方が多くてめっちゃめちゃ嬉しかった。めちゃめちゃ嬉しかったです。家に警備も懐かしいね。あの時中学2年生だったからね。マイカさんアンダー燃えた、多分あの結構前日にそのメンバーの変更とか当日だっけ前日だっけあって、絶対しかも青夢品の、夢品のさ、夢品出るの遅かったからさ、握手会とかでもさ、あおちゃんどこポジなのとか、すっごいみんなが聞いてくれて、でも、まあ、言えないじゃないですか。言えないし、でもあおも早く夢品出たすぎて、でも嬉しかった。マイカさんアンダーできたのめちゃめちゃ嬉しかった。だから夢しな、これからもマイカさんポジで出たいです。上手が多かったかな。あ、前半曲は上手が多いかもしれない。でも、後半曲は青春の稲妻と生きるって素晴らしいわ。上手にいがち。バイバイバーだと思ってた？バイ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 。ジェリービーンズでした。頑張ります。
かわいいよ、あっちゃん。ありがとう。でも、パーティーも神手率が高いかもしれない。あ、なんか神手率高いんですよね。あ、じゃあ下手率高いんですよね。下手。神手下手が。下手率が高いんです。クラスメートなんてほとんど下手にいるよ。そう。でも桜の花びらは紙手。桜の花びらたちが咲く頃、青の星の温度、星の温度遠くで燃えてる。でもスカヒレやりたい。ずっと言ってるよ、スカヒレやりたいって。スカヒレやりたいな。夢シナのユニットだったらバイバイバイかな。ホコリだったら、ラスベガス。ラスベガス。あれなんだっけ、あの逆上がりのさ、あのちょっとどうするした、コンフェッションじゃなくて、待って、どうするした、あの白い衣装のやつ、あ、エンドロールエンドロールもやってみたい。でもみんな エンドロールかっこよく踊れるような人になりたい。エンドロール、テレテテテン。逆上がりって何やったっけ、愛の色とか。愛は何色、どんな色。ダンス難しいんですよ。藤原、俺は一人。ちっぽけな、ちっぽけな俺は前のめりに、ただ一匹の虫になる。
でも衣装めちゃめちゃかっこいい。なんかああいうさ、何衣装着てみたい。なんか特別感のある感じ。衣装めちゃめちゃすごい好き。かっこいい。仕事終わり遅く、お疲れ様。お疲れ様。始まらね。くつぎ虫のバラードだって。違うよ。くつぎ虫。まあ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 。私は。くつぎ虫です。公演したいな。なんでもくつぎ虫つけていいものじゃないからね。あとなんだろう、あのやってみたい曲。でも彼女になれ、なれますかはやりたい。私はあなたの彼女になれますか。涼しい質問です。こんばんは。彼女になれますかね、やってみたい。あとなんだろうな、でもシアターの女神はね絶対にやりたい。リセットコーンやりたい。キャンディー、キャンディー似合うわ。キャンディーひとつさ口に入れて、舌の差の上で転がすの、転がすのよ。ジッパーやったら驚く。ジッパーは多分あんまり賜ってこないと思います。腹筋バキバキにしなきゃ。ちょっとみんなの影に隠れてちっちゃう。公園には、うん、めちゃめちゃ詳しいわけじゃないです、ごめんね。あ、おニューのおばきやりたい。おニューのおばき。おニューのおばきやりたい。逆転王子様、見た目は悪いけど中身は誠実で素敵よ。でも公演曲も入れると多分48の曲ってすっごいいっぱいあるんですよね。こういう子にちゃんどういう曲だっけ、聞いたことある。
すごい本当に。だからまだでもなんか NGT に入ってからアイドルになってからいろんな曲に出会った、いい曲に。こんばんは。871？ すごい。でもさ、もっとさ、もっとあるんですよ。パジャマだよ。え、今日もう帰ってきて、帰ってきて、で今日ニーヤンから電話かかってきて、そう、ですぐお風呂入って今。でも好きだよ、大きな声で言って、ネガティブな私にもちゃんと聞こえるように。パジャドラ、パジャドラやりたい。パジャドラ公演マジでいいよね。夢は汗の中に少しずつ咲いてゆく花、その動力決して裏切らない。でもね、パジャドラでやりたいユニットはね、パジャドラかな。パジャドラでやりたい曲はパジャドラかな。ユニットはね、天使の尻尾もやってみたいけど、パジャドラやってみたい。パジャドラいつかやってみたいな、やりたいな。恋はいたずらな天使の尻尾。命の使い道好き。 Tears Later と、なんかその2曲マジでいい。パジャマでドライブ。公演したいな、公演したいな、公演したいな。グラリーデイズ。もっとじたばたしながら、てて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 、てん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 、いいよね。青春のラップタイム絶対いつかやりたい。青春のラップタイム。本当にいい曲。マジで好き。
NCT でコンサートしたい。コンサート全員でしたい。アンコーラスだけでも歌ってくれる葵ちゃん本当に。アンコーラスだけですけど葵くん歌いたくて歌ってるだけだけどね。よかった公園いいよね。やっぱなんかすごく好き。ステージに立つの大好き。なんかすごく好き。一番好きかも。いろんな、なんだろう。でもアイドルのお仕事すごく好きなんか好きなことできるっていいなって思います。すごくステージ好きだからもっとみんなに見てほしい。青がステージにいるとこから声いっぱいしたい表面張力だったらすごそう。さよならが言えないよ強がって吠えた涙のダムが警戒する。ギリギリさよならが言えないよ強がって吠えた。いいよね、めちゃめちゃいい。でもいつかしたい曲の一つ。あれもうめっちゃかっこよく踊れるようになりたい。みんなに見てほしい。たくさんステージができたらいいけど。本当に10分前ありがとうございます。ゆりさんと一緒に踊っているのみたい。もう一緒に踊れる機会があるならもうちゃんとゆりさんの横に立てるくらい何劣らないように頑張ります。仕事ももっと増えてほしいですか。でも撮影めちゃめちゃ楽しかったんです。あ、12月9日発売ですはい。でもなんかいろいろな方向いろいろなとこから青ちゃん推し青推しになってくださる方がいたら嬉しいなって思います。だからなんかいろいろお仕事いっぱいしたいなって
思います。でもめっちゃね、青もね、そのボム1月号楽しみ、どういうどんな感じで写ってるかめちゃめちゃ気になる。オフショットオフショット見たけどマネージャーさんが撮ってくれた。でもね、見てほしい。中2で撮りました、サラとハルカと。なんかその昔からもう本当に初期の初期からあの3人でいつかお仕事したいねみたいなこと言ってたから、本当に話聞いた時めちゃめちゃびっくりした。めちゃめちゃ嬉しかった。あ、オフショットあるんです。あのオフショットはあのマネージャーさんが撮ってくださって、マネージャーさんが撮ってくださってそれを送ってもらいました。そうだから本当によかった、本当によかった。オフショットあります。ああとあの生写真もあの出たじゃないですか、まだあの受付始めてないかったけど、生写真のねあれもね、あのちゃんとインスタに投稿します。あ、さっきメールに送った、多分今届いてるかな。そうテラピが一緒にお出かけしてくれて、外やっぱ行きたいなと思って、テラヒナにどっか行こうって言った、いいよって二人で旅してきました。あ、夜ご飯ですね。じゃあ今から夜ご飯言います。明日の夜ご飯、最近は暖かくなってきたね。何にしようかな、でも土曜日だからどうしようかな。特に曜日はそんなに気にしてはいないんだけど、何がいいかしら。あ、決めた、明日の夜ご飯はじゃか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 じゃん、お刺身でーす。お刺身でーす。おいしいよね、お刺身。マグロも好き。あ、でもやっぱり縁側が好き。でも縁側のお刺身ってなかなか売ってないですよね。見つけたら買ってみてください。刺身は何でも好きですよ。でもなんか似てる魚多いよね。子供だからなんか分かんないのかもしれないけど、未だにさ、なんかママとかパパとかとさ一緒にお刺身とかお寿司とか食べる機会あっても、まだ分かんない魚いっぱいあるから、これってなんていう魚っていつも。ママとパパとニヤに会いたい。ウニ好き。ウニはわかんない、昔食べた時あんまり好きくなかったんだけど、今食べたらわかんない、でも味覚変わったから食べれるかもしれない。でもウニ食べれるって大人だよね。明日の配信時間決まってます。夜の9時から配信します。21時です。明日1日1回だけ配信しますね、夜に。お待ちしております。
てもとても。あのね、ちょっと57分になった。あのね、キラキラ星変奏曲まだすごい練習してるんですけど、そう、あのね、2、3ページアンプできたの。2、3ページもう楽譜見なくて弾けるようになったの。すごい？ありがとう。でも別にアンプしても、アンプしたの弾くとこ、弾く機会はないんだけど。はい、そういうことでスクショタイムします。何がいいですか？スクショタイム何がいいですか？あ、フォローしてねピアノ夢しぬのイメージ、夢をしなせぬは夢をしなせる、あ、もう59分になっちゃった。君に行かない、青パンダ、今日もありがとうございました。トーマス、トーマスのポーズわかんないよ。おやすみなさい。また明日ね。ギフトと一緒にありがとうございました。また明日。今日はいっぱい寝ようね。おやすみなさい。また明日。おやすみみずみ。バイバイ。今日もお疲れ様。おやすみなさい。バイバイキーン。おやすみ、バイバーイ、ありがとうね。